手を持って、1ヶ月ぐらい前からオールスターもうそろそろだなってワクワクっていうよりも自分の、ね、やり遂げないといけないことが目の前に来たっていうプレッシャーの方がもう数倍も大きくて走りたいっていうよりももうできることなら走りたくないっていうぐらい、うん、それぐらいの思いがあったんで、うん、今本当にね現実と思えないぐらい嬉しいですね。改めて今後の目標をお聞かせいただけますか。もうないですね。もうこれ以上ね求められることもないですし、グランプリも優勝できて、もうオールスターも優勝できて、もう自分の人生は幸せなんで、もうボートレース業界を楽しませるように、はい、もう派手に行きたいなと思ってます。本当に、まさかね優勝できると思わなかったんですけど、もう本当に皆さんの後押しがあって、それがパワーになって、優勝させてもらいました。今後ともね期待はもっと増えていくと思うんですけど、自分ができる限り、一生懸命ボートレース尽くして結果を残していきますんで、僕が引退するまで応援してください。ありがとうございました。